続いて椎名武志君。椎名君。はい、ごめんなさい、委員長、剛でございます。あ、剛か、ごめんごめん。はい、ありがとうございます。おはようございます。本日は災害対策、災害対策基本法等の改正、一部改正に関する法律案の審議ということで、30分のお時間をいただきました。先般本会議でも古谷大臣に対しての質疑をさせていただきましたけれども、再度の質疑ということでこの委員会で時間をいただいたこと、本当に感謝を申し上げたいというふうに思っております。本会議でも私自身指摘させていただきましたけれども、自然災害との戦いというのは、我々の人間の想像力のとの戦いだということでございます。災害イマジネーションというものだと思いますけれども、これがその国民全般、それから企業等も含めまして、それから政策立案者である役所、それから我々政治家、こういったものがこういったその災害に対するその想像力を働かせて、常に動いていかなければならないということなのかなというふうに思っております。で、先般その本会議の時にもお聞きした視点から引き続き伺いたいんですけれども、本法が結局その災害対応の一般法として、今後起きうる災害に対して十分な対応となっているかという観点から伺っていきたいと思います。本法はですね、伊勢湾台風を契機として定められたものでございます。それ以前には基本的にはその、水害があれば水防法、何があればという形で、この個別の災害が起きれば個別の対応をするということで、いわゆるシングルハザードアプローチと、こういうような考え方に基づいて日本の災害法制というものが基本的には作られていると。でそれを統合するような形でこの災害対策基本法という法律が基本的には存在しているということなんだろうというふうに思います。しかしこれに対してですね、例えばアメリカとかではですね、人災天災問わず、その一つの法律で、それから一つの組織でこの災害対策というものを行っていくと、スタフォード法という法律があるそうでございますけれども、こういった法律に基づいて、火事や爆発等の地震災から、それから自然災害までという形で幅広く災害対応を一括して扱うと。でこれについてすべて共通の用語で語り、それから装備の標準化を図り、各省庁などの、役職の名称化などを統一化するというような形で、標準化を図り、すべての、組織において、このすべての、フィーマという組織がございまして、ここで調整して、それで多極間共同システムというものを採用していて、すべての組織が共同して仕事をしていくという形で、オールハザードアプローチというアプローチで行っているということなんだそうです。でこういった形で行っていくためには、どうしてもその今しがた申し上げたこのフィーマというような組織で、トップマネジメントというような組織が存在して、全体を統括していくという組織が必要なのかもしれませんけれども、先だって私自身もその本会議で、非常事態省の必要性、検討の必要性と歳費についてということもご提言申し上げたところではございますけれども、改めてもう一回こういったその非常事態省であったり、このフィーマであったりというところ、それからその背景にあるこのオールハザードアプローチというような考え方、こういった考え方に対して日本の法制度の中で採用を検討するということについてご所見をいただければと思います。古谷担当大臣。委員は米国においても研鑽を、積んでこられましたので、やはりそういう視点というのはあるんでしょうね。いわゆるオールハザードアプローチ、アメリカはフィーマがありますけど、日本にはそういった組織はないということで、アメリカで採用されているいわゆるオールハザードアプローチというのは、自然災害だけじゃなくて、事故だとか、あるいはテロ、戦争、全てのリスクにを、対して同じ方針で臨もうという基本的な考え方ですよね。そうすると対応方針に左右されずですね、速やかな対応が望めるっていう視点からは、有効なんでしょうね、考え方として。日本の方はですね、やはり個々の規定の多くはですね、自然災害を念頭に置いているんですね、この災害対策基本の。
で災害の定義に示された地震、津波、豪雨、噴火などの自然災害のほか、あの自己災害も含めて災害を一般を広く対象として予防、応急対策、復旧という段階にわたって、まあ、共通の対応は定めてはいるんですね。一方あの戦争であるとかテロである、そういった、災害とはですね、あのその類型によりまして被害の形だとか発生過程がもう全く異なりますので、またあの国とか地方公共団体の、責任の所在とか役割だとか、あの具体の的な対応についてもどうしても日本の場合は、違いが生じざるを得ないですね。まあ、そういう意味では、まあ、日本の法体系、法制度上はですね、危機の類型に応じた対応をなされているし、現行法上ではそういうふうにさせられないというのが、基本的な考えですね。椎名君、ありがとうございます。まあ、戦争等については、まあ、類型が違うというご指摘をいただきました。それはその通りかなとは思うんです。他方でですね、私実は法務委員会にも所属しておりまして、今般ですね、被災二法という法案を法務委員会の中で実は審議をしているんですが、その中でちょっと面白い話があるので、ちょっと開示させていただきたいんですけれども、実はですね、この被災二法というのは、まあ、被災した地域についてその借地借家法の特例を定めていくという、まあ、そういう法律なんですけれども、実はこれ従前からある法律を一旦廃止するという法律でもございます。それはどういう法律かというと、罹災都市借地借家特例法という、そういったような名前の法律。これは何かというとですね、東京大空襲があった後、戦争が起きた時に、まあ、そこの東京に住んでいた、まあ、借家をして住んでいた人たちに対して、まあ、その借家がダメになって、まあ、空襲でダメになった時にですね、そこの、土地にですね、借家として借りてた人がそこに借地権を設定できるという、そういう法律なんだそうです。でこれが実は災害対策の法律として、ずっと改正されながら生きてきたんです。で、今般東日本大震災が起きて、この法律がようやくですね、さすがにその借家人を保護しすぎだろうということで廃止されることになったわけですけれども、まあ、こういった形で、こういった形でですね、実はその戦争からの復興に関して使われてきた法律というのも、まあ、援用されてたりはするわけです。だそういう形も、まあ、あるので、ですね、まあ、必ずしもその戦争被害だからといって違うというふうに、まあ、言うのでもなくてですね、まあ、統一的な方針で考えていく方が有効なのではないかなというふうに私自身は思うところでございます。でそして、まあ、次に行きたいと思います。でやっぱりその同じような話なのかもしれないですけども、やはり日本ではですね、その個別対応をしていくということで、特にですね、まあ、この災害対策基本法についても基本的には有事の中でその、まあ、災害対策本部が、まあ、基本的に何ができるかというポジティブリスト型の法律の規定になっているわけでございます。で先般の本会議でも私自身がその指摘しましたけど、まあ、非常事態というのは戦争と同じだという指摘を、まあ、ロシアでいただいたという話をさせていただきましたが、基本的にはやっぱりその戦争が起きた後どうやって復興していくかと同じように考えていった方がまあいいのではないかと。でそういった時に、日本の自衛隊法もですね、これ警察予備隊法から援用されてずっと、まあ、改正されてきているので、どうしてもこの日本の自衛隊法も実はそのポジティブリスト型になっていて、自衛隊が何ができるかだけ書いてあって書いてあるわけです。そうするとですね、有事が起きた時、想定外のことが起きた時にいちいちですね、条文のどこに当てはまるかを一つ解釈をして、ここなら大丈夫かなみたいな形でそのやりたいことをねじ込んでいくか、無理やり特別立法を作って、すごい急いで特別立法を作って対応するというようなやり方でずっとやってきたというのが今までの自衛隊法の改正および有事立法だったと思います。でやっぱり災害立法についても実は同じなんじゃないかなというふうに私は思っていて、災害対応の主体というものを定めていくことということについては基本的には必要だろうとは思います。そういう意味でこの災害対策基本法で誰が何を主導的に行うということについて決めていくことということについてはまあ必要なんだろうと思いますけれども、あくまでもやっぱりその
国民の保護のために何が国民の保護のためにできることは全てできると原則した上で例外的にこれとこれとこれとこれはできないという形のネガティブリスト型の方にした方がその被災想定外の事態が起きたときに対してですね、対応がしやすいのではないかというふうに思うわけでございます。で、通常ですね、海外の法律なんか、特にその有事関連の法律であればですね、特にその、軍隊関連の法案であれば、大抵こういうネガティブリスト型の法律に今なっているというふうに思います。なので、そういったことについてもご検討いただいてほしいなと思うんですけれども、ご所見をいただければと思います。フレア担当大臣。委員のご指摘はですね、やはり委員は米国での、ね、生活も長いので、やはりアメリカの考え方というものを援用して、いわば ネガティブリスト型はできないんだろうかということですね。やっぱり日本ではアメリカとは憲法が基本的に全く違いますのでね、やはり日本でこの本当にネガティブリスト型をやろうというと、もう憲法にまで踏み込む壮大な作業になってくると思いますね。ですから日本は現行憲法、そしてそれに基づく現行法に従った対応をしているということでございまして、気持ちとしてはね、私分からないでもないんですけど、じゃあ現実にそういった対応をしていこうというとかなり困難かなという感じがするし、むしろ、そういう、話になってくると、この災害対策特別委員会じゃなくて、場合によっては憲法審査会とかですね、そういったところで議論をして、根幹のあり方について議論していくということになるのではないのかなと、そんな印象を持っています。椎名君。ありがとうございます。大臣はですね、今現職の大臣であられまして、内閣の一員である以上その程度しか確かにおっしゃれないんだろうなというのは、分かった上で言ってます。立憲主義の考え方からしてですね、基本的には法律に基づく行政という考え方が基本的にあってですね、行政は法律に基づいて行っていかなければならないと。だからこそ縦割りの弊害とかいうふうに指摘をする人もおりますけれども、一応だからその法律に基づく行政という考え方がしっかりしているからこそ、きちんと役割分担と職務文書がきちんとしっかりした行政が行えるというのはその通りなんだと思います。でだからこそ、その有事と平時でやっぱり分けて考える考え方ということで、引き続きそのもしかしたら憲法審査会かもしれませんけれども、議論をしていく必要があろうかと思います。で特に大臣もその自民党 の憲法改正試案について関与されてたところ だと思いますし、その非常事態法制のところについてもよくご理解されていると思いますので、ぜひ引き続きご検討をしていきたいなと、私たちとしても検討していきたいなというふうに思っています。で、それからですね、さらに徐々に中身に入ってきますが、3点目ですけれども、対抗支援という考え方があります。対口と書くんですけど、対抗支援という考え方がございます。これもともとですね、中国の考え方の基本的にはようです。本来的にはですね、1対1対応の支援という意味でございまして、中国においてその比較的経済的に進んでいる省とか、それから直轄市とかがですね、経済発展に遅れた町について経済的な支援をしていくという、そういう制度、これが本来的には対抗支援という制度なんだそうです。でこれを踏まえてですね、先般四川の大きな地震が起きたときにですね、この対抗支援の考え方を復興法の中に取り入れたというふうに聞いております。すなわちどういうことかというと、被災していない大都市からですね、1対1対応で被災していない大都市から被災している自治体について、要はここの都市は北京は上海はそれから重慶だという、個別のここの都市を引き続き継続的にずっと面倒を見ると。でその応急対応から応急措置から復旧、それから復興に向けてと継続的にずっと面倒を見続けると、そういうような制度を取り入れたそうです。でこういった制度を日本の災害対応においても取り入れるということが考えられないかというふうに思います。そのメリットは何かというと、結局ですね、例えばその、新潟がそのどこを面倒見るで、どこが南三陸を面倒見る、どこが何とかを見るという、こういう形で1対1対応でやっていくとですね、その進展の具合が目に見えて
支援している自治体ごとに違ってくるわけですね。そうすると、まあ、自治体ごとにその支援のレベルが違うということで競争関係が生まれるということで、より復興の進展に進むのではないかというようなところと、それからですね、まあ、あの一都市が一都市を面倒、まあ、都市なのか県なのかというのは定義の問題でありそうですけれども、一自治体が一自治体を面倒を見るということによって継続的に、最初から、まあ、復興その災害応急対応から復興までと継続的に面倒を見るということで、あの相互のコミュニケーションが図られることによって、まあ、人材交流なんかもできますし、その防災教育という観点でも非常にいいと。でさらに言うと支援している側にとってもメリットがあって、ずっと継続的にそこの町を支援することによって、支援している側にもその防災のノウハウが伝わるというところで非常にいいメリットのあるところでございます。でこういったところについて、日本においてもちょっと検討してみた方がよろしいんじゃないかという観点からご質問ご所見をいただければと思います。以上。はい、西村副大臣。大変いいご指摘だと思います。今般の東日本大震災に際してもですね、私の地元兵庫県は宮城県をタイアップして宮城県への職員派遣、まあ、いわゆる対抗支援的な形で一対一対応で大変な支援をしてきたものと承知をしております。でまさに、ご指摘あったように、迅速かつ的確な、災害応急対策の実施からさらに復旧復興段階に至るまでですね、継続的な支援ということ、一貫的な支援、あるいは結果として人材の育成、ノウハウの蓄積といったまさにご指摘のあったことご指摘のあった点、から見てですね、非常に有効なものであるというふうに認識をいたしております。で現にですね、全国知事会においてもその対抗支援の考え方を取り入れて、すでに災害時等の広域応援に関する協定を締結して、まあ、規模に災害の規模に応じてですね、ブロック内である、あるいはブロック間である、あるいは複数ブロック間で、都道府県が応援を行うといったような体制、応援の体制ですね、広域的な応援体制の構築を、しているところであります。まあ、そうしたことも踏まえ、またご指摘いただいた点も踏まえてですね、内閣府といたしましても今後、全国知事会とも連携をしてですね、そうした対抗支援、のような応援体制の充実強化に向けて取り組みをぜひ進めてまいりたいというふうに思います。新田君。ありがとうございます。ぜひですね、これをですね、制度、まあ、法整備として制度化するかどうかはさておきとしてですね、まあ、制度として、作っていくというのは一つ考えておくところだと思います。で特にですね、こういったことをすると何がメリットがあるかって、もう一つだけ指摘をさせていただくとですね、漏れがなくなるというかことがあるんだと思います。実はですね、今般の東日本大震災につきましてですけれども、その宮城県からその、まあ、福島県からその岩手県にかけて、その津波の被災を受けた、津波の被災をした地域が、まあ、どれだけ義援金を受けているかとか、っていうところと、例えばテレビ報道の回数とか新聞の報道の回数とか、こういったところで、その統計を取ってみてですね、回帰分析してみるとですね、その報道されているところが非常に数が多い、要するに支援を受けている数が多いと。で裏を返すと何が言いたいかというと、報道されているところというのは必ずしも被害が最も甚大であるかどうかについては必ずしも関係がないわけでございます。被害が、まあ、甚大ではなくても特殊な事例があった場合について、そこに、まあ、いろいろなメディアがそこに集中をするということもよくあるわけでございまして、で、裏を返しますと、その回帰分析という話をしますと、まあ、ある研究者から、まあ、聞いた話ですけれども、まあ、その回帰分析という話をしますと、その例えば死亡者数とかと支援を受けている義援金の金額とかを比較をすると、まあ必ずしも相関関係があるわけではまあないというような形で、どうしてもその漏れが出てしまうんだと思うんですね、支援される部分に対して。そういった意味でも、その漏れをなくすという観点からも、この対抗支援という考え方は非常に有益なのではないかなというふうに私自身は考えております。ですので、その制度化という方向に向けてはぜひご検討いただきたいというふうに思います。で、次です。さらに
その災害法整備全般というその考え方という意味で、もう1、2点ぐらい伺いたいんですけれども、まず前提としてですが、今その内閣府 の, その中央防災会議 の, その分科会のところで検討されている南海トラフの地震とそれから首都直下の地震のそれぞれ被害想定の金額をざっくりといただければと思います。はい、亀岡大臣政務官。はい、昨年度に想定したですね、南海トラフ巨大地震の被害はですね、最大のケースで死者数約32万人、全壊棟数約238万戸、被害者約950万人、食料の不足数が3日間の合計で約3200万食と想定をしております。また首都直下地震においては現在首都直下地震モデル検討会において地震モデル検討をしている段階であり、まだこれらの被害を算定してはおりません。まあ、過去の想定を紹介すると、平成16年度に想定した首都直下地震の被害は最大のケースで死者数約1万1000人、全壊棟数約85万戸、被害者数700万人と想定されています。このように南海トラフ巨大地震、首都直下地震が発生すれば極めて甚大な被害となる可能性があると今考えております。志田君。ありがとうございます。まあ、死者例えば南海トラフの地震で死者だけでもその死者行方不明者2万人前後というところの、東日本大震災と比べて、まあ、16倍なわけでございます。で、まあ、ちょっと分かりづらいので金額でおっしゃっていただける、もしあれば数字があればいただきたいんですけども、金額もしあればいただきたいです。次長、亀岡大臣政務官。資産等の被害ですが合計で約169兆、そして経済活動への影響としてはですね、44.7 兆が生産とサービス、または交通寸断による 6.1 兆円、交通寸断に起因するものとして 16.9 兆円ということで、被害額を想定しております。椎名君。ありがとうございます。169たす44たす 6.1 たす 16.9 ということで、大体要は220兆前後ぐらいなわけです。220兆ってもうはっきり言って想像がつかないんですが、要はですね、日本の1年間のフローの GDP が500兆前後なわけです。それの要するに4割なわけでございます。で、この4割の、その日本の GDP の4割に相当するスケール感の地震が起きるということが想定されているということを基本的にはまず前提として我々は防災という考え方、防災というものについて考えていかなければならないんだというふうに思っています。で、そんな中でですね、この要するに日本の1年間の GDP の4割が毀損をする、そういった大きな地震 が、まあ、最大で起きうるといった時にですね、やっぱりこの今の現法制 の、 その基礎自治体を中心とした災害応急対策というのが、まあ、そこを中心として考えるというのは必ずしも十分ではないんじゃないかなというふうに思います。当然自治体個別で、対応することができるわけもないわけでございます。で、今般の法改正においてその応援要請、それから応急措置の代行といったところで、まあ、法的に手当がなされているということは十分に理解をしております。しかしですね、この日本の GDP の4割という結構大きな金額規模で想定される地震というものがあるということを考えたときに、その災害に対するスケール感からしてどうしてもその誰を主体に防災を行っていくかというところで少し不十分なのではないかと思うんですけれども、ご見解をいただきたいと思います。西村副大臣。これもまた大変重要なご指摘だと思いますけれども、基本的には一番住民に身近なところということで、市町村の役割、この権限、避難勧告するにしてもですね、やっぱり地域住民のことを一番よく分かっている市町村長の権限というのはこれ非常に大事だと思っておりますので、その意味では基礎自治体を一義的な主体としているというのは基本的な考え方としてあります。で、その上で、ご指摘のとおり大規模になればなるほどとても市町村だけでは対応できませんし、機能を失ってしまう、今回の東日本の大震災でも、市役所自体が相当な被害を受けて機能しなかった場合も多々見受けられたわけでありますので、そういう意味で今回
その機能を補完するような都道府県あるいは国の代行措置というのも入れているわけでありますけれども、いずれにしましても、そうした今回のような大規模の場合あるいはご指摘の南海トラフ、首都直下、より大規模なものが、来た場合にですね、市町村ではもちろん対応できませんし都道府県でも非常に難しいんだと思いますので、そうしたことも念頭に置きながら、国と地方公共団体がですね一体となってこう対策に取り組んでいくそうした方向性をぜひ、これから打ち出してまいりたいというふうに思います。はい、大臣。今委員の方からですね、南海トラフの地震の220兆、これ実は私記者会見をした時ですね、まあ、1000年か2000年に一遍想定外を避ける冷静に正しく恐れてもらうそういう視点で発表して、まあ、このケースが起きるというのは極めて比率は低いんですね。で一方、事前対策を例えば耐震をすることによってその被害を半分以下に抑えられるとか同時にそういう取り組みもしておりますので、ぜひ委員がいろいろですねこの南海トラフのことで、ご質問やりあるいは、お話をされるときにはぜひそういう趣旨をしっかり盛り込んで対応していただかないと、ただなんていうんですか、不必要に恐れる必要はないと改めて申し上げますが、冷静に正しく恐れていただく、ぜひよろしくお願いしたいと思います。志田君。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。要はですねそのリスクっていうのは何なのかっていう話ですけれども、その要はそのどのくらいの金額をどのくらいの確率で発生するかっていうところをだと思います。でどうしてもですねその何千年に1回とかってい う災害になってしまうとですね、その確率がものすごく低くなるので掛け算するとその小さくなってしまうわけですよね、リスクが。だそうすると優先順位をこのリスク順で決めていくと結構後ろになってしまうわけですよ、優先順位が。でそれで本当にいいのかという話なんです。先ほども申し上げましたけど、この GDP の約4割に相当する金額が最大で想定されるとなると、これがそっくりそのままこのぐらいの金額の規模で被害が仮に起きたとすると、我が国だけでは絶対に対応できません。で我が国の1年間の稼ぎの4割が消えるわけですから、我が国だけでは絶対に対応することができません。だそのものすごく確率が低いけれども、でその結果としてリスクも低いけれども金額が我が国だけでは対応しきれないレベルになってしまうというところに大きな大きなそのジレンマが私自身もあるというのは理解をしています。でそんな中でその優先順位をそのどうしてもリスクで測っていくと劣後してしまうところについて、我が国だけでは対応しできないものについての可能性があり得るという観点から制度を整えていき、そしてそのハードソフトで、それぞれその防災の施策を取っていくということが私自身の問題意識でございまして、ことさらにこの金額を強調する意味は私自身持ってませんので、そこだけ指摘させてください。はい、でそれでですねというわけでその国際的な支援の受け入れとかが絶対に必要になってくることだと思います。で時間もなくなってきましたので、最後に1点だけですね、防災をインセンティブ化するという考え方について、ご提言申し上げたいというふうに思います。今このやっぱりこの防災という考え方については自助共助それから公助という考え方で作られています。でこのうちの自助というのは要は自分たちのことは自分たちで守るという話なんです。でいざ被害いざその災害が起きたときに逃げろという話は、逃げろもしくはその土砂崩れなんかなのでその家の中にこもっていろというそういった意味での自助というその災害に直面したときの自助というのはそれは誰しもが本能としてやることだと思います。そうではなくてここで言っている自助というのは何かというとその災害が起きもし万が一起きたときにその起きた被害を極小化するために事前にどれだけ準備をするかという話が自助という観点からもものすごく重要になってくると私自身も思います。でそんな中でですね例えばだから地震保険に入るとかそれからその自分の住んでいる木造の家を耐震化するといったこともそれからその例えばその自分の住んでいる家 その本棚が倒れないようにするとかそういったことをですら非常に重要なんだろうというふうに私自身は思います。しかしですねその先ほど前の方がその企業の話もしておりましたが企業にその
災害弱者を受け入れてもらうとか、そういった制度を作っていくというのも、それも重要なんだと思います。でそういった中で自助というのは、その我々個人の両親だけに頼っている自助というのはなかなか難しいだろうと思うんです。やっぱり日本は資本主義の国ですから、ビジネスとしてインセン、その自助の努力をすることをインセンティブとして与えていき、自分たちが自助を行っていくと、その自助のため の, その災害のなんか被害の発生の準備をしていくと、メリットを受けるっていう制度を作っていかないと、その事前の準備というのはやらないんじゃないかと思います。すいません、時間が終了したので、終わりますありがとうございます、はい、ありがとうございます。もし意見をいただければぜひ、はい、自助を促すためのインセンティブ、極めて重要ですよね。そういう取り組み現にしておりますし、さらにその制度の充実というのは図っていくべきだと思います。どうもありがとうございました。なんか話してきちゃった。